い神社の旅人でございます。本日はセブンナイツポケット放置系 RPG でございますが、皆さん、イベントが初日から開催されているので、どういった形で運用していくのがいいのか見ていきましょうか。では参りましょう。さあ、どん。ということで皆さん、サーバー開始からテラ領地の人々のカーニバルイベントが開催されております。イベント期間中、テラ領地コインを集めてミラージュを手に入れましょうということで、そんなにハードルが高いわけではない、まずはゲームにログインしたらこのコインが3000手に入れられます。そしてアイテム消費100で2000、ヒーロー召喚50、まあ10連を5回で2000、モンスター撃退、まあこれただ放置しとけばね、撃退していくので累積していくと思われます。そしてデイリーダンジョンクリア、アリーナに挑戦ということになっております。1日にコインを手に入れることができるのが13,500コイン手に入れることができます。で、2週間という形なので、結果的に13万以上は手に入れることができるという形になっておりますので、ぜひこちらは貯めておきましょう。このミラージュレジェンド級、こちら45,000コインですが、まあ4日ぐらい貯め込んでおけば手に入れることができます。まずこちら手にしていきたいところでございますと。で、残るはアリス、チャンスラー、アラゴン、クロエが、こちらユニーク級のキャラクター。もう皆さんやってて思うんですが、無料のガチャちょこ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 やったところで、このユニーク落ちないっす。マジ落ちないっす。で、ルークが、まあちょっとランク一つ下がるという形になっております。優先順位的に、まず1位は、ミラージュを絶対手に入れること。これはマストです。これはマストで取っていきましょう。で、他はユニークキャラのアリス、チャンスラー、アラゴン、クロエなんですが、こちらの4人、多分全部取っていくとなると、12万のコインが必要ということになっております。おそらく全部全日程、残りの10日と23日間ってことは、まああと10日って考えた方がいいね。今日のコインを貯めてあと10日で、そうなると13万手に入れることができるとなると、頑張れば全部手に入れることができるという形にはなっていると。ただもしかしたら、私今日からやるとかっていう人は優先順位をある程度つけて取っていかないといけないという形になっております。なので、アリス、チャンスラー、アラゴン、クロエ、ちょっと順位をつけて、どれをしっかりと10体手に入れていくか。なぜこれ10体必要なのか。まあ序盤、ちょっとこれ性能的なことは置いといて話しますと、まずこのアレス、チャンスラー、アラゴン、クロエという4人のキャラクターを手に入れるってことができるので、やり方的にまず1体ずつ取っていくっていうのも一番いいかもしれない。アレス、チャンスラー、アラゴン、クロエを1体ずつ取っておく。取っておくことによって、まずキャラ解放して、そのキャラクターたちに経験値を与えて、メンバーであるキャラクターたちを4人確保できるっていうやり方が僕はベストだと思います。まあ私ちょっと今日そのやり方でアラゴン間違ってポチッとしちゃったら一体手に入れちゃったので、今ね可能回数があと7回になってますが、限界突破をわざと一突させるために手に入れちゃいました。アラゴン星1ついてますね。星1ついてますね。なのでこの流れでちょっと性能なんかを見ていきましょう。まず1体ずつ手に入れて、戦力に入れて4体、そしてミラージュで入れて5体、こちらを、戦力的に迎えるっていうやり方もありかと思います。特に、ルークの方はノーマルのガチャでも手に入れることができる。なのでこっちを無理してコインで取っていくっていうのはしなくてもいいかなと思います。もちろんこれは最終日に決定して余ったコインがあるようだったら残りのルークに当てて限界突破、星5までいけるんだったら行っちゃってもいいんじゃないかなと思います。ではですね、せっかく私アラゴン持ってるので、まずアラゴンから見ていきましょう。まず、おー、通常攻撃こんな強いんだ。対象の攻撃力の 275% のダメージを与える。これ多分エースと同じクラスの通常攻撃を持ってるね、火力的には。まあ近距離型の攻撃型タイプとなってます。そしてクリティカル攻撃、対象に攻撃力の 275% のクリダメ与えつつ、攻撃に成功した場合 1.2 秒間気絶では。気絶は攻撃負荷、移動負荷、スキル使用負荷となっているので、麻痺と一緒の扱いだね、気絶麻痺って。なるほどね。はい、では最後にアクティブスキル砲撃と、自分の前方の幅2メートル、
長さ4メートルの範囲に攻撃力の 230% のダメージを与えますと。まあドンと魔法みたいなカメハメハみたいなやつですね。それで 230% ダメージ、まあ、通常攻撃と同じだけど複数にもし直線上にいたら与えるということでしょう。攻撃に成功した場合対象に与えられた全ての有利効果を、おー、オジバフ解除ができるということですね。なかなかこれもいいですね。相手が自分のバフを与えて火力を上げたり防御力をアップしてくる敵がゆくゆく出てくるような、特に防御力アップとか固くて倒せないっていう相手がいる場合、このオジバフ解除は結構いいななんて今ちょっと感じております。では次行きましょう。はい、ということで次はチャンスラーでございます。まあめちゃくちゃイケメンなんだけど、本当はねライオンみたいな顔をしてる状況の、チャンスラーもいましたと。通常攻撃見ていきましょう。攻撃、こちらはね防御型タイプでございますね。防御型タイプ、対象に攻撃力の 225% ダメージを与えます。防御型にしては結構火力が高いね。エヴァンとか125とかだったからね。まあランク的にユニークキャラの一緒なんだけど。なるほど。そして次2番目、対象に攻撃力の 400% のクリダメを与えます。攻撃に成功した場合自分のヒットポイントを 4.58 ポイント回復。これは嬉しいね。これはいいね。あ、ちょっとこれチャンスラーいいな。回復できるんだ。あー、で防御型だから戦闘に立たせることが可能。うん、ちょっと楽しみだな最後。アクティブスキル、ちょっと短いね。自分に10秒間の間シールド、あーいいね。前線前線にめちゃくちゃいいスキルばっか持ってんじゃん。めちゃくちゃいいよこれね。バフ効果与える。あ、これチャンスラーは当たりだな、盾キャラとして。どうしようかな。僕盾キャラ、まあ、エヴァン使って、あ、ミラージュだ、ミラージュリナージュって昔ゲームあったな、そういやミラージュの防御型タイプなんですけど、やっぱりね対象に攻撃力の 150% のためじゃやっぱ低めだよね防御型って。なのに結構強めだな。で僕の使ってるエヴァンも 125% だよね、やっぱあってたね。うん、このくらいとなったら、まあその代わり他のちょっとスキルに関しては短め、回復バリア、ものすごい短い文章だったけど、これは役に立つスキルじゃないかなと思います。ちょっとチャンスラーおすすめかもしれない。そしてアリスでございます。商売人アリスでございます。通常が対象の攻撃力の 225% のダメージ、こちら機能型になってますね。火力は高めだね。そしてクリティカル攻撃、対象に攻撃力の 250% のクリダメ、攻撃に成功した場合2秒間命中現象のレベル4デバフを与えます。僕の持ってるスパイクとは逆だね。要は相手からダメージを受けづらくなるっていう形かね。うん。そして最後オーラスキル、遠距離型の味方に鋭い攻撃レベル4バフを与えます。クリティカル率 16% 通常。あー、なるほど。僕結構ね今探してたのがこのクリ率上昇系のキャラクターっているのかなと思ってたんですけど、結構これによってこの真ん中のスキルクリティカル攻撃の発動率が上がるっていうことで、まあ相手にバフ効果を与えたり、あ、まあデバフを与えたりっていうすることができるので、結構この手のキャラクターって一体入れといていいんじゃねえかなって俺思ってるんですよね。で特に序盤でこのキャラクター手に入れることができるんだったら、ちょっとアリスもなかなかだね。入れといて悪くないような気がいたします。そして最後の一体クロエちゃんでございます。セブンナイツワンでは結局覚醒せずということで、皆さん分かってる人には分かっています。なんで覚醒しなかったんだ、韓国版だけなんだよっていうことを言いたかったんだけど、こちらも機能型になってます。やっぱそうだよねクロエね。で通常型を見ていきましょう。通常攻撃が 250% 割合とこの機能型キャラクターって火力高めなんだね。250。おそしてクリティカル攻撃、対象に攻撃力の 275% のクリティカルダメージを与えます。うん、おでかいね。攻撃に成功した場合2秒間、回避現象のデバフレベル4、最初回避が 40% 減少ということで、結構回避率が高いキャラ敵と相対した時に使えると。まあなかなかどこで使えるかっていうのは結構
今後ね、ダンジョンとかでボスとか見てこうね。そしたら、使い勝手いいような場所とかあるかもしれない。うん、ちょっと今のところね、もうめちゃくちゃ下流コースで行っちゃったりしてるんで、ちょっとその辺は見ていきたいと。で、最後。オーラスキル、近距離型の味方に強打レベル4バフを与えると、最初クリダメが 16% 上昇ということで、今回もしかしたらテラ王国で使えるキャラクターたち、これはセットものでいいかもしんないってちょっと思っちゃった。先ほどのアリスでクリ率上昇させるでしょ。でクリティカルダメ、クリティカル率を上げといて、発生した時にこちらのクロエも実装しておけたら、クリティカルダメージ 16% が上昇、火力がアップします。で前線でまあチャンスラーで盾張って、攻撃型キャラクターはアラゴンがいるという形なので、この4人パックモードで入れといて悪くない性能だなと思います。残りイベント期間がまだあと10日あるので、まあゆっくり長めで見ていってもいいんですが、皆さん今聞いて、ジンさんちょっと今更それ育てていくのきついよとかっていう人もいるかもしれませんが、今回ですが面白い、このシステムあります。例えば皆さんエルガとか育ててる人いません？もし、うわーどうしよう、これもうやっぱきついから変えた方がいいかなとかって思った時ですよ。実はこの右下の星のボタンを押してみてください。ヒーローレベルリセットというものができます。レベルをリセットしてヒーロー経験値を回収すると、で回収することによって経験値は戻ってくると、戻ってくる経験値で他のキャラクター、先ほど取ったアリスとかクロエちゃんにこの経験値をドカンと与えてレベルアップさせるということが可能です。ただその代わりこのアスト鉱石、神話に見えるけどね、俺にはね、神話のアスト鉱石が必要と。現状私初めて4日ですが、まあ何らかでもらって8個あります。だからこれがどのぐらいの価値観を今後出てくるかわからないというものと、手に入れることができるっていう数がわかんないんですが、最悪これでもいいし、後々はこの皆さん下のね枠があるじゃないですか、10人は編成できるって考えたら、そんなに急がずとも少しずつでも経験値与えてっていくやり方が、まあ放置型ゲームなんで少しずつでも経験値溜まっていきますね。無理してあの石使って経験値を移動させるというよりかは、残り手に入れられるキャラクター、僕の場合ちょうど今7人いるんですが3体入れられます。ここにチャンスラー、アリス、クロエを入れることによって、まあどちらにしても10人分の経験値が必要というふうに考えたら、まあ無理して移動させずとも成長育成させていってもいいのかなーなんてちょっと感じております。はい、ということでまだまだイベント期間中、まだ10日以上ありますので、こちら毎日ねぜひともコインをいただいて育ててみてくださいと。おい、最後ですが、ちょっと今日はね、最後は短めにしますよ。このコインで、ヒーロー召喚50回しなきゃ毎日いけないってなって、僕初日、このガチャシステムでこれやってたら、もう課金しないと無理だなんて思ってたんですけど、はっきり言って、めちゃくちゃこれって、ネットマーブルさん、今回ガチャ引けるようなシステム作ってくれてる。ただ、提供割合がひどすぎるほど出ない。本当に出ない。ユニークの 1% これ嘘だろっていうぐらいだね。こんだけ回しても一体も出ない。誰か出た人いたらちょっと教えてほしい。ともう一つ情報ちょっと提供してほしいのは、このヒーロー召喚レベルを上げていくと提供割合の中にレジェンド級がこの中に含まれてくるのかっていう情報ちょっと欲しいな。もしよかったら教えてください。本日はここまでしたいと思います。もしよかったらグッドボタンチャンネル登録していてください。ではまた、バイバイ、ありがとうございました。